ニュースポスト7です。自民党二階派からの退会をめぐり派閥と対立していた片山さつき議員、4月11日に開催するパーティーの案内状の発起人から二階俊博元幹事長の名前が修正テープで消されていました。これについて片山議員は、二階派を離れることはご了解いただいていると思っていましたので、政経セミナーの発起人をお願いすることとしました。しかしその後、退会勧告通知が出てきた。了解されていないとも考えるようになり、1月21日以降に関しては、二階先生のお名前を発起人から外すようにしたとコメントしています。ニュースポスト7。